かしこまらないでください。この身は高貴なものですが、ここへ来たのは身分を隠し世を渡り歩くため。あなたの腕を見込んで頼みがあります。今から私の護衛になっていただけませんか。心配しないでください。危機が訪れれば私も手を貸しますので、私についてきてください。つれづれなるままに日暮らし、硯に向く人何か用ですか。魔物とはとても恐ろしい。この身が誕生した意義も魔物に耐えるためです。そしていつか内なる存在は永遠に触れることができるでしょう。ね、つれづれなるままに日暮らし、硯に向かいそこで待って。何かあるなら言ってください。行こう。今こそ出陣の時。この美しい風景も、そばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。ねえ。ですね。ねえ、何か用ですか？何か言いたいことがある？恐怖の由来。それは私が500年前に彼女の死と、あの出来事を目撃したから。しかし、あなたでしたらきっと全ての人を救えるでしょう。あなたでしたらきっと世界をも救えます。私が稲妻の全てを覚えているように、あなたが私を覚えている限り、私は永遠に生き続けることができます。